いつもありがとうございます。アナシです。では今回なんですけどね、スカバイに伝説ポケモン実装ということで、XY の第3伝説のジガルデ登場フラグについてということで、スカバイにね、なんかジガルデ来るっていう情報が来たので、こちらについてね、まとめていきたいと思います。では今後もね、ポケモン動画どんどん届けていきます。ぜひチャンネル登録、高評価、現在 5% です。よろしくお願いします。そしてね、雑学班もついにじわりと動き出したということで、こちらもね、よろしくお願いいたします。概要欄にリンク貼っております。では、スカバイにジガルデが登場ということで、スカバイにね、ジガルデが登場するとネットで噂になっております。今回ね、ジガルデが登場したの理由プラス、登場したらね、どういう風になるのか、そこについて話していきたいと思います。ではね、ジガルデって何なのか、こちら XY で登場したポケモンです。カロス地方の生態系が崩れると姿を現すと、ゲーム中で言われているポケモンとなります。で、カロス地方っていうのは XY のね、舞台となっております。で、ジガルデはね、複数の姿持ちということで、サンムーン以降、ジガルデキューブというアイテムを使うことで、10% の姿、50% の姿、パーフェクトフォルム、100% の姿に変化できます。で、ソードシールド以降ね、ジガルデキューブを使うと特性、スワームチェンジに変化します。で、なんで今回スカバイにジガルデが来るのか、これなんですけどね、専用特性、スワームチェンジの演出が存在する。そして専用技、専用特性が検索可能ということで、スワームチェンジのね、演出が存在するということで、ピカチュウがね、スワームチェンジを発動する映像がネットにね、流れてるんですよね。で、これなんですけどね、モッドとかバグとか、まあ合成とかかもしれないが、もしかしたらね、これ内部データから発掘されたのかもしれません。まあこれに関してはね、まだ不確定要素なんですけど、こっちですね。専用技、専用特性がね、ボックス検索可能ということで、専用技のね、サウザンアロー、サウザンウェーブ、グランドフォース、コアパニッシャー。で、専用特性のオーラブレイク、スワームチェンジがスカバイのボックス検索機能に対応しております。ちなみにジガルがね、登場したソードシールドでもね、ボックス検索機能に対応しておりました。で、ソードシールドで登場してないポケモンっていうのは、このボックス検索機能ね、引っかからなかったんですよね。で、公式の方からね、ネタバレ食らったサンディエゴ大会でポロリしたポケモンたち。あのポケモンたちの専用特性とか専用技とか、もう今ね、スカバイのこの、ボックスで検索可能なんですよね。なので、基本的にね、これボックスにあるポケモンは実装されると思っといていいのかもしれない。で、ジガルデがね、もし来たらどうなるか。これなんですけどね、追加ダウンロードコンテンツでカロス地方に行ける可能性が高くなったり。で、ジガルデの姿を変化させるアイテム、ジガルデキューブとかが来そうかな、ということで。で、追加ダウンロードコンテンツどこなのか、カロス地方なのか。ね、ジガルデは XY の図鑑説明でカロス地方の生態系を監視していると書かれております。スカバイの舞台のね、パルデア地方とカロス地方は、現実世界、現実モチーフの隣なので、追加ダウンロードコンテンツはカロス地方の可能性が高くなったと思います。で、ジガルデキューブが登場ということで、こちら。ジガルデのセルを分離して 10%、50% の姿に変化できるジガルデキューブがね、来るかなと。で、100% の姿はね、スワームチェンジプラスバトル中に HP 半分以下の時のみいけます。で、ジガルデはね、伝説ポケモンが解禁されたルールでも活躍してたので、スカバイでもね、伝説解禁ルールだと活躍しそうなので、まあ、楽しみですね。で、入手がね、大変です。こちら、ソードシールドではね、ダウンロードコンテンツで追加されたレイドバトル形式のダイマックスアドベンチャーで最強クラスの敵ポケモンと言われております。まあ、なので入手しようと思ったらね、過去作から送る方が楽かなと。で、ジガルデのダイマックスアドベンチャーでのね、強さ。これなんですけどね、全体攻撃技が多く 100% の姿の時に HP 回復&HP 種族値も上がるので、タフです。で、ダイマックスアドベンチャーではね、自分のポケモンが使えなどあって、熟練プレイヤーが集まっても倒すのに苦労する。スカバイでもね、レイドバトル形式で倒すならかなりの強敵になりそうかな。まあ、ただしね、来るとしても、スカバイだと、イベントテラレイドバトルか、追加ダウンロードコンテンツで新たに来るこういうダイマックスアドベンチャーみたいな様子で来るか、どっちかわかんないですけどね。テラレイドバトルできたらね、結構楽できそうで。まあ、ただし、ねえ、どうなのか。うん、楽しみですね。では、まとめといたしまして。ボックス検索マジ大事です。ここがね、大事。公式ネタバレ、これです。では、今後もね、ポケモン動画どんどん上げていきますので、よろしくお願いいたします。